アントワープのフレミッシュ路面電車とバスの博物館にて、世界中で唯一保存されている、ジャイロバス G3、フライホイールに蓄電中フライホイールに蓄電中ジャイロバスは、フライホイールへネイルに貯蔵を使用して、トロリーバスのような架空線を使用しない電気バスである。名称はギリシャ語で、フライホイールを意味するジャイロに由来する。現在では、ジャイロバスは、 商業的には使用されていないものの、この分野の開発は継続されている。フライホイール動力のバスの概念は1940年代により、静粛で運行頻度が少なく、架空線設置による電化では採算を取ることが困難な路線で充電池式電気バスを代替する目的でエリコンによって開発された。内燃機関や充電池や架空電力線に接続する代わりにジャイロバスは、 カゴ形電動機によって回転する 3000rpm までの回転数で回転する大型のフライホイールを備えた。フライホイールに充電するための電力は車両の屋根に設置された3本の棒を介して必要とされる場所から充電した。充電時に駆動するための電動機は電力を取り出す時には発電機として機能してフライホイールの運動エネルギーを電力へ変換した。 車両の制動装置は部分的な回生ブレーキを備え、フライホイールへ戻すことで、航続距離を伸ばした。完全充電時にジャイロバスは 6km まで走行でき、速度は50から樹速 60km までで、最高速度は乗車率に依存した。イベルドン・レバンの路線に投入され、車両は時々1回の充電で 10km まで、 走行できることが必要だったがこれ以上距離を伸ばす。手段は当時は知られていなかった。フライホイールへの充電は30秒から3分で、充電時間を短縮するために供給電圧は3 8 0トから5 0 0トに昇圧された。充電間の航続距離を伸ばすために、複数の充電停止が長距離や高運高密度の路線では必要だった。現代の交通用ではどれくらい このような充電は必要かは明確ではない。実証車両は最初に展示されたのは1950年の夏でシステムを実証するため、この車両は1954年までの各地で短期間使用された。1979年、ゼネラルエレクトリックはアメリカ合衆国政府のエネルギー賞と運輸賞とフライホイールバスの試作車を開発するための500ドルドルで4年間の 契約を交わした。1980年代に、ボルボは小型のディーゼルエンジンと制動時のエネルギーを使用して、フライホイールに充電する実験を行った。これは、油圧蓄圧機の使用にとって変わった。1990年代に、オランダのメカトロニクスの概念のセンターは、フライホイールを移動式と固定式の両方に使用する目的で、開発した。2005年に、 テキサス大学オースティン校の交通と環境センターはテストデバイセス社と DRS テクノロジーズからジャイロバスの試作車を開発する予算を獲得した。最初の完全な商業運行は1953年10月にスイスのイベルドンレバントグランド参観で開始された。しかしながらこれは限定的な交通の潜在性の路線で技術的には成功したものの商業的には 採算が取れなかった。運行は1960年末に終了して2両の車両は保管された。次のシステムはベルギー領コンゴのリアポルビルだった。ここでは12台がおよそ2トルごとに充電施設が設置された4路線以上で使用された。これらは全長1 0 4メートルで重量が10.9トンで90人までを輸送して最大速度は 時速6 0トルという最大のジャイロバスだった。主要な問題点は摩耗だった。これの著しい原因は雨の後、未舗装の道路を横断するときしばしば不安定にあることだった。他の問題はジャイロの玉軸受けの破損と高湿度のために駆動用電動機が過負荷になることだった。システムは予想に反して高エネルギー消費だった。バスの事業者は ジャイロバスの電力消費が3 4ロメートルだったので1959年の夏にジャイロバスは廃止されディーゼルバスに置き換えられた。3番目の商業運行の場所はベルギーのヘントだった。3台のジャイロバスが1956年末にヘントとメレルベーケで運行を開始した。フライホイールはバスの中央部に設置され、およそ車体幅いっぱいに直角軸を中心に、 回転した。ヘント・メレルベック路線は、複数路線網の最初に検討された路線だった。ジャイロバスはわずか3年間だけ運行され、1959年末に廃止された。運転手たちはそれらには信頼性が欠けているみなして、路上での時間を浪費すると述べ、過重により舗装を痛めた。それらは、同様にエネルギーが不足しているとみなされた。 路面電車と消費電力を比較すると2 9キロ,ワットアワーキロメートル消費したのに対して大幅に多くの人を運べる。路面電車では2 0キロ,ワットアワーキロメートルから2 4キロ,ワットアワーキロメートルの間だった。ヘントのジャイロバスの1台は保存され、復元され、アントワープのベラタム博物館に展示された。それは時々ベルギーの催し物で運転される。 1998年に路面電車は廃止されたが、現在もあり、法律で保護される。こうして、ジャイロバスの運行はすべて打ち切られたが、その後も、よりたくさんのエネルギーを充電できる、ジャイロバスの研究が進められた。実用化が進みつつある技術は2種類ある。一つは、ドイツのドレスデンのオートトラムである。近代的な路面電車のような外観だが、 軌道ではなく平坦な道を走行する。2005年以降はフライホイールを動力にして走行する。フライホイールは小型で制動時のエネルギーの貯蔵のみに使用され、主なエネルギー源は燃料電池である。二つ目は2010年の上海万博で運行されたケイポバスである。ジャイロバスのように停止時に電力を貯蔵するが、ケイポバスでは エネルギーの貯蔵にフライホイールの代わりに電気二重層コンデンサを使用する。ありがとうございます。